まだこのメゾンド猫カフェに挑もうとする命知らず野郎がいたか。お前らもこの猫ちゃんたちをモフモフしたいんだろうけど、このモフモフは私のものだ。だからお相手は下の階の飼育員の皆さんだ。よろしくお願いします。弱い弱いなあ。まだまだそんな弱い奴らに猫ちゃんたちはあてがわれないよね。今猫ちゃんたちを教育している最中だからね。そのうち同伴出勤とかさせるから。メゾンド猫カフェは安心安全をモットーに、今日も天の神がお怒りじゃ。ドッスンドッスンって、おしっぽめんとゾロ帽子が同棲を始めました。同棲を始めた途端にゾロ帽子は出勤してきますって、いない間留守は任せたぞと。闇の宝石商とキノコ鑑定士のカップル、どこに惹かれたんだろうな。僕は彼女の中の闇の部分に触れた気がしたんだ。だから僕がその彼女の闇を晴らしてあげたいなって。いいよ、フック男一匹。いいね、名前からしてちょっと恋人できなさそうだけど。無口キャラか。かゆどろ、また木こりからサーカスの調教師になったの。どういうつながりがあるんだろうな。木こりの親方が昔サーカスの調教師でね。ほら、こうすれば早く木が切れるだろうつって。すげえ、親方手刀で木を切ってやがる。僕もサーカスの調教師にっていうことにはならんべね。どうだいこの技。玉乗りしながら木を切っているんだよ。すげえ親方、全然すごくねえけど、なんかそこがすげえ、まるっきり無駄な技だ。そんなことになって僕もサーカスの調教師にとはならんだろうな。いや、あの無職でしたんで、無職はちょっと困りますんでね。猫カフェとしてやっていくからには、あーでも猫カフェの猫たちってみんな無職だもんね。いや違うよ、あれも立派な仕事だよね。えこう癒しを求めて猫カフェに来るお客さんをね、こうい可愛らしい仕草と妖艶なしたたかさで、ね、癒して差し上げる。それこそが立派な仕事だね、ゾロ耳。強え、猫ちゃんたち強いな。こう攻撃の速さが違うね。やっぱり攻撃の速さ早いのが、お、稲織強盗か。稲織強盗、勢い余って、オッケーしてしまったけど、ほら、金をよこさないと、家賃払うのを待たないと、こっから出ていかないぜ、つって。こっちが逆に稲織られたらどうすんべ。ちゃんと家賃払ってくれんのかな。独眼像に恋人ができました。心なしか猫ちゃんたちはなんか恋人ができやすいような気がするね。え、なんだろうね、追いはぎ切り裂きの J。 追いはぎにできた恋人が切り裂きの J。 いや、いいんだけどね。うん、買ってあげるよ。いや、まあ家賃払ってもらえたらそれでいいんだけど、家賃払って勇者たちを追い出してくれたら切り裂きの J。 なんだろうな、その J っていうのは純喫茶の J か。
き、その名も切り裂きのJ。子供が生まれました。マミミ、かわいいじゃないの。生まれた瞬間からそんなしっかりとした足取りで。いいね、マミミ。子供生まれたね。というか、この猫ちゃんたちは、なんでそんなミニコンポが欲しいんだろうね。なんかさっきからミニコンポ、ミニコンポ言われてるけど、何を聞くの、これで。猫の声で歌った歌とかか。にゃー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 。いや、こうしている間にもね、皆さんの家の中にいる猫たちは一体何をしてるんだろうね。お、ドクドク、屋台のラーメン屋から野菜ソムリエに。あれだね、ドクドクも努力のゾンビなんだね。努力したんだね、屋台やりながら野菜ソムリエになろうと。まだ地デジじゃなかったっけ。じゃあいいよ、地デジテレビぐらい。ねえ、そろそろ地デジじゃないと。おろ、野菜ソムリエになった途端あれかい、あぐらかき出したか。ダメだよ、ちゃんと家賃は払わないと。おしゃれを人に売ってる場合じゃないよ。じゃあまた飼育員の皆さんに、いや、こう猫ちゃんたちで挟んであげようか。ほら、猫ちゃんたちだよ、ジロミミ。ほら、この素早い攻撃。そして溢れ出る肉球。ね、猫キックを食らっても、肉球がプニ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 って。それはとても幸せな攻撃なんじゃないかなって。私は食らいた。そして肉球をプニ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 。住人たちは世代交代をするたんびにステータスが上がってって強くなっていくのよね。ありがとう、田舎リアス。そして田舎を、君たちのことは忘れない。じゃあ追い出します。追い出すときは一瞬だな。ね、出会いはあんだけ大変だったのに。うっふん、壁紙よりもこの上フェイク石壁の方がいいか。ね、私にはこれぐらいしかできないけども、田舎恵みよ、今度はあんたが親になる番だ。猫ちゃんたちもね、どんどんと後輩を繰り返していって、どんどん強くして、おお、フック、男一匹の恋人ができました。できるんじゃない。男一匹とか言っといて、なんなのその女は入ってくんなみたいな名前負けか。おお、フックファミリーができるね。おいはぎか。ちょっと魔王様には追いはぐなよ。もうフック男一匹はちょっと早まったかね。ねえ、出勤とかいない間にちょっと追いはぎやぎゃれるよ。追いはがられるよ。おう、マイ犬。そうそう、下の階の飼育員の皆さんを忘れていたね。ちょっと猫ちゃんたちのことばっかりでごめんね。うん、まあ部屋に入ってお祝いなどしないけど、マイ犬おめでとう、末永く幸せ。お、ドクドク、また昇進したの。すごいな、ドクドク。
野菜ソムリエから大食いファイターに。大食いファイターの方が上なの？野菜ソムリエより。大食いファイターか。そうだね、あのテレビ番組とか人気者になるよ、ドクドク。でも人間とか食っちゃダメだぞ。滞納しすぎ。いやいいけどね、今まだお金あるから。いやでも次4階建てにしたいからさ、ちょっと5万ゴールドを貯めなきゃなんないんです。あんたらは家賃払ったからあげます。まだ地デジじゃないの？つーか、まだテレビすらなかったか。切り裂きの J はね、どうやってお金稼いでくるの？君もミニコンポ欲しいのか。何を聞くんだべね。猫のアダルトビデオ的なもんもあるのか。ボーイズラブ CD とかいいよね。子供が生まれました。ゾロニャン、おめでとう。キノコ鑑定士と闇の宝石商からゾロニャン。すごいね、ゾロニャン。最も海賊猫っぽい名前。お、いいねいいね、家族が増えて。おお、旺盛だね。音楽に合わせて踊っています。どれに合わせて踊ってるんだろうね。ね、隣の部屋から聞こえてくるこの両親の音楽、ミュージック。いいね、妖艶なミュージックに乗せて子供たちがよだれを垂らして寝たりね。夫と子供が寝ているそばでほっと一息をついて、にゃん帽子がね。私今幸せよお父さんっつって。こんな可愛い子も子供も生まれて、私今とっても幸せ。ゾロ男爵に恋人ができました。男爵、確か男爵は一番最初に来た猫ちゃんだね。有機農法のカリスマ、すげえ。あれなんだね、海賊なのに陸なんだね。畑、いいよ、どんどんこういう子供作って。猫ちゃんたちを強くしている間にこうね、クエストもこなしていこうね。もう4階建てまでもっとね、トントンっていくから。家具追加される、これやるか。承認よ来い、家具を持ってくるんだ。もっと家具が欲しいところね。滞納するね、やっぱりね。追いはぎと切り裂きの J の恋人同士なんてどうやって金を稼いできてるのか、ものすごく謎。バーベキューセット、いいよ。バーベキューもいいけどさ、ちょっと家賃払って。居直り強盗、やっぱり家賃払えないっしょ。どうやって払っていく気なの。ちょっと説教するから後で魔王様の部屋に来なさい。モフモフしてやるから。やっぱりミニコンポが欲しいんだね。実際に私は猫カフェには行ったことないんだけど、どんなんなんだろうね。私も猫の着ぐるみ着るからちょっと置いてくれないかね。またありとした。それはそれはよく癒すぜ客を。ねえ、決して抱きつきたいとかそんな
横島な気持ちは、横島な気持ちは、そんなことより証人来ないよ。来た、証人コットルネが接近中です。よし、来たな、コットルネ。取れねえ。いや、それは言うまい。お、なんか来るね。じゃあ後ろのやつをゾンビで挟みつつ、証人は猫ちゃんたちでやってしまい。簡単、クエスト完了。いや、ちょっと強くなりすぎちゃったかな。まいったな。新オシング回復ポット、どんなんなの。ちょっとファンファン言ってるけど、なんだっけ。クエストはまだいいからちょっと見るか。回復ポットってあれか、シングっつってたな、これか。お、こいつはすげえ。近未来？体力を回復する、全開すると叩き起こす目覚まし機能付き。これがあったらちょっと回復早いんじゃないの。これはあれだな、4階建てまで見えたな。次回はもういきなり4階建てがドーンなってるよ。